フレデリック・ペータースは、スイスのバンドデシネ作家である。1995年に、ジュネーブの応用美術学校で、ビジュアルコミュニケーションの学士号を取得した後、スイス航空で3年カンポーターとして、働いていたという、バンドデシネ作家としては異色の経歴を持っている。1997年に、諸女作、チーズとジャムを、ついで1998年に2作目、ブランドンベラールを、 スイスの出版社、アトラビルから発表。バンドでシネ作家としてデビューする。2002年に、自らの恋愛体験をもとにした自伝的作品、青い薬で、アングレーム国際漫画祭の最優秀作品賞にノミネートされる。その後、2007年に SF 作品、リプスで同漫画祭の重要作品賞を、2013年にアーマでシリーズ賞をそれぞれ受賞している。 現在は、パートナーのカティと彼女の息子、そして娘と一緒に、ジュネーブで暮らしている。ちなみに、漫画原作者である部のはペータースと同じ名字であるが、無関係である。彼の作品は、他のバンドでシネと違い、筆で描かれている。初期の作品はややデフォルメの効いたユーモラスな作風が特徴だったが、後期に入るにつれ、写実的な作風へと変わっている。 突起がない限りペータース単独名義。ありがとうございます。